こんにちは。ネアラカンパニーの清水です。こちらにありますように、毎週火曜日の夕方6時から7時まで生配信で皆さんの就活に対する悩み事、相談に乗っています。ぜひこちらに来ていただいて参加いただければと思います。こんにちは。今日はですね、面接のシリーズで関東の国公立の大学院のですね、竹下さんにお越しいただいて、今日はですね、本人のたっての希望で難しいやつがいいということでですね、結構厳しめに、深掘りをされるバージョンのやつで行かせていただきたいと思っています。で、事前に竹下さんにはですね、学知化を書いていただいて、それに基づいて、スタートを切っていくという形で、いつもと同じように大体20分でやらさせていただいて、20分で解説と、かような形でやります。竹下さん、準備いいですか？はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それじゃあ、スタートします。こんにちは。こんにちは。竹下さんのですね、まず書いていただいたやつなんですけど、私はフリーランスの B2B の営業代行として月目標のアポ5件を2週間で達成できましたって書いてあるんですけど、フリーランスってこれどういう意味？アルバイトじゃないんだ。はい、今フリーランスのもともと経緯としては先輩にお誘いをいただいて、一緒に仕事をやらないかということでご依頼をいただいたので、もうその方と一緒にお仕事を企業からいただいて、で代行しているっていう流れです。これ何、その2人で会社を作ったってイメージ？大体厳密に言うとチームメンバーは10人ほどいまして。そんなにいるんだ。はい、でその中でいろんな企業さんからお仕事をいただいている中の一つを担当させていただいてます。これそうするとどういうことかっていうと、あなたたちが10人ぐらいでいわゆるその仕事を受けるグループを作ったってこと？はい、そうです。これ会社組織にはしなかったんだ。会社組織に一応なってはいると思います。会社組織なの？はい、の一部一員として入っているんですけど、形としては。じゃあ株式会社が何か知んないけど、先輩が作った会社？はい、そうです。先輩がそういうのを書いて、じゃあそこにみんながやるよって言った子が入って、あなたはそのあれからずっと一応業務委託を受けてるような社員ってイメージか？おっしゃる通りです、はい。それでこれって、それで何、 B2B の営業代行として要するに営業電話をかけるってこと？はい、今いただいてる、はい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 、会社が動画制作の会社でして、動画制作を地方の中小企業の方に向けて、新卒採用に向けて動画制作を検討されませんかっていうお電話を今させていただいてます。動画制作を専門でやってる会社の営業代行として、あなたホームページに動画を入れませんか、これいくやつ？はい、おっしゃる通りです。そもそもなんでこんなことやろうと思って？そもそものきっかけは、私が自分自身が例えば対話とか傾聴に自信があると言いますか、個人的に好きだっていうことを考えていたんですけど、それがビジネスの場で本当に生かされるのか、成果が出せるのかっていうところを実践してみたいっていう気持ちがあったところにお声掛けいただいたので、もう2つ返事で始めました。その時はフリーランスじゃなかったってこと？それまでは営業は経験したことがありませんでした。もう一回確認するんだけど、はい、自分がね、人の話を聞くのに自信がある、人の話を聞くのが結構好き、自信があるというよりかは好きで、その営業のイメージっていうのが、このいろんなお電話先の方からお話を聞いたり状況を伺ったりするっていうイメージだけはあったので、もしかしたらそれが仕事として生かされるのかなっていうのを勝手に想定していました。じゃあ何、はい、人に物を売りつけるってことを強く意識したわけじゃないんだ？よりかはお話を何でしょう、引き出すっていうイメージで。なるほどね。これ実際にはこのさっきの話だとさ、どっから見ても営業だよね、あなた要するにホームページで動画入れませんかって話だよね。そうですね、はい、これ月目標のアポ5件を2週間で、月 5件アポイントを取りましょうっていう話だったの？はい、動画制作の会社の方から、最低でも月5件取ってくださいっていうお願いをされて、でそれに対するこうお支払い、給与をいただいて、アポイントが取れれば要するにお金がもらえる、はい。ちなみにこれ1アポイントいくらもらえるんですか？だいたい8000円強ぐらいいただいてます。1アポイント8000円だと4万円か。この4万円を獲得するのでどのくらいの労力かけたの？本当に始めた最初の月は、そもそも1件も取れずに終わりました。で、家電数、電話をかけた件数はおそらく
300件を超えていたと思います。やってみて意外と大変だって気づいたってことね。全く想定していたものと異なっていました。これそれでやってみてさ、自分がさ人の話が好きだから聞こうと思ったけど、やってみて何が違った、まあ、考えが甘かったなっていうのが一言あるんですけど、なんかその理由が、自分はすごく人の話を聞くのとかが得意って思ってはいたんですけど、実際にこう見ず知らずの人がいきなり電話をかけて、そんなに引き出すのは簡単容易ではないっていう気づきが一つあったのと、なんか自分の課題として生まれたのは、相手の状況を勝手に想像してしまうっていう弱みが出てきて、自分はこの人ちょっと声のトーンが低いから怒っているんじゃないかとか、早口だから早く切りたいんじゃないかって勝手に想像してしまって、自分の声が小さくなったり、少し弱々しく申し訳ないんですけれどもっていうふうにお話ししてしまって、それが逆効果になっているっていうことが原因だったかなと思います。それ気づいてどういうふうに変えたの？気づいて自覚はしていなかったんですね、実は。先輩からご指摘いただいたので、本当にそうなのかっていうところを録音して、聞いてみました。まずそしたら自分でこんな喋り方をしてるとは思いませんでした。かなり弱々しく聞こえました。それでじゃあ直したんだ。はい。どういう風に直したの？まずマインドを変えました。いつも、いつもはこの人は怖いかもしれないって決めつけてたんですけど、その逆を考えるようにしました。そうじゃないかもしれないとか、あとはこの人はもしかしたらそういう話し方なのかもしれないっていう新しい別の選択肢を頭の中で考えることによって、それによって左右をされないようにするっていう意識を一番心がけました。だから要するに相手にこうがこんな人だって思わないようにしたってことね。はい。でそれの結果はさ、これ例えばこういう作業ってさ、かけるのって嫌にならなかったの？正直嫌になりました。じゃあなんでやめなかったの？やめなかったのは、嫌になったんですけど、最初続けていた期間があって、その時に結果的にアポイントメントを取れた人の例で、ある人だと自分がこれまで怖い話し方だなって思っていた人がきちんと話を続けることによって、実は全然そんなことはなくて、きちんとその課題を教えてくださったりとか、私のこうサービスの紹介に話を耳を傾けてくださっていて、やっぱり自分は思い込みだったんだっていう気づきが得られたので、これはやめる必要はないと言いますか、これだけ学びを得たことを続けない理由はないかなっていうのを考えました。それでさ、どのくらいこれいつからいつまでやってる？今もやってるの？あ、はい。今年の5月から始めて4ヶ月経ちます。で、それで気づいて、じゃあ今電話かけるって全然怖くない？実はまだ怖いです。何が怖いの？やっぱりそのすぐに自分の心を変えるのは難しくて、日によってはよし頑張るぞって思える日もあれば、やっぱり断られるのが怖いとか、なんかこう罵声に近い言葉を浴びせられたらどうしようっていう気持ちは潜在的に残っているので。でもそれをやめない理由はなぜなの？それは先輩にも言われたことなんですけど、違いをわきまえるっていうことを言われまして、それが具体的には自分に対して否定されてるのか、それともそうではないのかっていうところを考えて、自分個人が否定されてないのであれば、そこで傷つく必要性はないっていうのを言われて、なんか頭ではすごく理解できたので、それをこう自分の中で落とし込めるレベルまでなる、ここは別に傷つかなくてもいいんだって思えるようになるまではやめないと思います。今はじゃあやめる気もあんまりない、はい。で今どのくらい成果が出始めたの？今、成果が出始めたのが7月で、7月と8月は安定して2週間ぐらいでアポ5件が達成できてる状況です。どのくらい時間割いてんの？これに対して1日っていうか、その例えば2週間の期間どのくらい時間割いてんの？2週間でだいたい6、7時間ぐらい。6、7時間時間を割いて5件か、はいはい、そうすると4万円が7だからどうだろう、時給どのくらいなんだろう、5、7、30、5、6千か、まあ悪くないって感じか。はい、この調子でいけばうまくいっている。でちなみにアポ取った後その会社が受注できたかどうかみたいなことはあなたたちは感知してないんだ？一応社長と連絡を取り合わせていただいているので、どれぐらいの何でしょう感度だったかとか、実際に制約につながったのかっていうご連絡はいただいていて、残念ながらまだ制約にはつながっていないです。制約につながるとあなたにとってもいいことがあるの？具体的なお話はまだいただいていないんですけど、制約をきちんと取り続けるようなアポイントメントが獲得できたらお話はできるかなって思います。
これ自分で今さやってどういう風にしたらアポイントが取れるってことが分かったの？仮説、はい、仮説ではあるんですけど、うん、サービスを紹介しないっていう、うん、あのことを押し付けないっていうのを意識していて、うん、相手の立場に立った時に、うん、自分の悩みを開示する前にあなたこれが必要でしょって言われたら少しこう嫌悪感といいますか何も知らないでしょっていう風に少し、うん、あの印象が悪くなってしまうと思うので、うん、あくまで対話するとかどちらかというと聞く方を意識するのが大事かなっていう風に思います、うん、聞くことを意識するとさ相手はアポイントくれるのでもあなたが会いに行くわけじゃないでしょ。あ、はい。でもそれでじゃあその話聞いてみようってなるのはなぜなの？ちょっとアポイントメントにつながるパターンっていうのが、うん、だいたいその最初にまあ、コロナの状況でいろいろ採用の形態も変化しているっていうことで、うん、現状を伺って、うん、でそのうちに自分があのあ動画制作を行うことで、うん、この会社にとってメリットがあるなと思って段階でも別にそれをこう絶対の解決策としてご提示するわけではなくて、うん、そういったあの可能性というか選択肢もありますよぐらいに、うん、こう相手の方にこう選択の余地をお渡しすることを意識してなんかあの向こう側から選択していただくっていうのを意識して、うん、じゃあ一回聞いてみようかみたいな、はい、なんかこのセールストークとかって誰かが作ったの？トークスクリプトそのものはあるんですけど、うん、その相手の方によって少し言い回しを変えたりとか、うん、最初から最後まで同じあの内容で話すことはほとんどないです。うん、なるほどね。これそもそもさこのさっきも聞いたけど自分の傾聴力があるからそれをなんか試してみようと思って先輩に相談やってみないって言われてやってみたと。意外とない、そのいろんなことって自分でチャレンジしてみようっていうふうに思うタイプなんだ。あ、もう常に新しいことやったことがないことにチャレンジしたいっていうのは一貫して多分小学生ぐらいからあると思います。へー。じゃあ最近じゃあ大学に入ってからさあなたがなんかチャレンジしたことでどんなことがあるの？一番自分の大きなこう転換期になったなって思うことは、うん、大学を1年間休学してオーストラリアにワーキングホリデーで行った経験はすごく大きかったかなと思います、うんうん、それでワーキングホリデーに行って 何を学んだ？具体的にやったことは4ヶ月間語学学校に通いながら、うん、現地のレストランと居酒屋でウェイトレスをやったんですけど、うん、あの英語力が上がったかと言われたらそこまであの格段に上がったわけではないんですけど自分が得たものとしてはあの英語は別に完璧でなくてもいいかその自信を持って別に文法とかが間違っていても話すとか聞くっていう方に重きを置いて自信を持っていこうっていうマインドは得られたかなと思います。そもそもワーキングホリデーに行こうと思った理由は？あ、話すと長いんですけど簡潔にお話しするともともと私教員を目指していて、うん、社会の先生になりたかったので、うん、あの世界の歴史も含めていろんなあの歴史を学びたいってなった時に海外に行ったんですけど自分の英語力のなさにこうちょっと落胆しまして本格的に学びたいと思って、うん行きました。で学校の先生もならないの？あ、はい。なんで？学校の先生にならない理由はあのワーキングホリデーに行った時に、うん、本当にいろんな生き方をしている人に出会いました、うん、あのそのいろんな生き方を見た時に私はこれまで先生という選択肢しか持っていなくて、うん、先生って選んだんですけどもっと世の中にいろんな生き方があるっていうのを知った時にその今即決せずにいろんな生き方を知る期間があってもいいのかなっていうふうに思いました。あなたにとってどんな生き方が一番そのワーキングホリデーとかそのいろんな経験をしてどんな生き方が一番今の自分に望ましいんじゃないかと思う？自分の生き方、うん、あの自分が納得して心から満足できているかどうかっていうことを一番の軸にはしたいです。納得して心から満足する、納得して心から満足するっていうのはもうちょっと詳しく具体的に言うとどういうこと？はい、だからこれまで例えばその高校とか大学の選ぶのも自分で確かに納得して心から満足していたんですけど決定的にあのダメだったなって思うのは、うん、その選択肢がすごく少なかったっていうことです。それをもうちょっと分かりやすく言ってくれると？はい、あの高校であれば自分の地元の高校からでしか選んでいなかったですし、うん、大学も先生になるっていう目標以外の選択肢を決めてなかったので、うん、より先生になりやすい大学、うん、先生になる道が近い大学っていうので選択していて、うん、もしかしてもっとそれ以前にいろんな生き方を知っていたら別にこの大学でなくてもよかったかもしれないっていうのは
今考えているので。じゃあ今さ、それを思ったのってワーキングホリデーから帰ってきてから、ワーキングホリデーね、生活する中でもう気づき始めて、うん、帰ってきてから教員採用試験を受けることをやめました。その納得して心から満足するのが一番いいと思ったのは、ワーキングホリデーの時そういう人を見たからってこと？はい、私がこれまで知らない生き方をしている人たちにたくさん、どんな生き方をしている人を見たの？例えばあの学校の先生を1年間やって辞めてきてる方とか、うん、年齢は関係ないとは思うんですが、30代超えてからもこう世界を回り続けてる人とか、うん、こう夢を追って路上でアートを描いている人とか、うん、なんか生き方って別に一つじゃないんだなっていうのをすごく実感しました。そしたらさ、あなたが納得して心から満足する生き方でもうちょっと具体的に言ってくる、あなたにとってさ、納得して満足して生き方ってどんなこと、具体、はい、納得して満足するって抽象的な表現じゃないですか、うん、じゃああなたにとって納得して満足する生き方ってどんな生き方なの？はい、2つありまして、うん、1つはあのより多くの選択肢から1つを決定しているっていうのがキーになります、うん、これは、うん、はい、一つから一つではなくて多数から一つっていう選択ができていることっていうのが一つと、うん、あともう一つは自分がこれまで大事にしている価値観とつながるんですけど、うん、人の心が変化するきっかけになっているっていうことが今自分の大事な価値観。人の心が変化するきっかけ、人の心を動かす、要するに起爆剤になりたいってこと言ってる？あ、おっしゃる通りです、はい、うーん、起爆剤になって、 それとさ、多くの選択肢から選ばなきゃいけないのはなぜなの？あ、はい、それは自分があのこれまで、まあ、ワーキングホリデーもそうですけど、いろんな、まあ、日本一周したり世界を旅行したりする中で自分が生きてる世界とかコミュニティの狭さっていうのを実感したので、常に自分が今選んでるものが本当にいろんな選択肢から選んでいるだろうか、広い視野の中で一つに決定できているだろうかっていうのは、あの常に考えておきたいことの一つになってます。これいろんな選択肢とか広い視野から選ぶってことは、間違いが起こりにくいからそうしようとしてるの？というよりは、自分がその一つの選択肢を選んだときに、うん、もしかしたら自分にとって最適解があるかもしれないところをその妥協しているか、もしくは気づかずに別の道を選んでいる可能性があるっていうのが一番納得できないと思うので。でもそれってさ、わからないよね、うん、だって全ての、例えばね、結婚するときにさ、あなたが全ての男性を確認してから結婚はできないよね。はい、そうだよね。そうすると、例えばじゃあこれ、例えば結婚っていうことに置き換えてすると、どういうのがあなたの多くの選択肢から選んでいけるっていうふうになるんだろう、例えば結婚っていう概念で考えたらさ。あ、そうですね、結婚という概念で考えると、例えば直接いろんな人に出会えなかったとしても、うん、自分が選択をする前に人に聞いてみるとか、人に聞いてみて別の視点を得てみるとか、必ずしも自分が出会う必要はないんですけど、より多くの意見を取り入れた上で自分の一つの選択肢を決定する、していれば満足かなと思います。でも選択肢って、選択肢が多いって、例えばあるところで見た時に自分の今の選択肢は3つしかないって思ってたら、その3つが全てじゃん。その3つではじゃないかもしれないっていう風に思い悩むべきだって言ってる？あ、はい、そうです。でも及び悩んだったらそこで行動を起こせなくならない？あ、そうですね、多分あの自分が選択を、そのなんでしょう、いろんな選択肢から選択するときっていうのは、うん、かなり大きな決断をするときで、うん、多分速さよりも正確さというか納得感っていうことを重視したいので。納得するためには選択肢が多くある必要があるのかな？相対評価といいますか、これまで その自分の、高校と大学の選択っていうのとか、うん、あとはまあ先生という道を選ぶっていうのも ほとんど1分の1の選択だったので。1分の1の選択、はい、はい、なるほどね。じゃあここで20分なら切ってみようか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれからですね、面接官がどういうところの視点で面接に対する質問が加わっていて、どういう感覚を持ちながら進んでいったかっていうのを、まあ、ちょっと解説する前に、これ実際に今面接して、竹下さん、どんな感じ？この話から、はい、
こういうとこに行くんだっていう話だと思うんだけど、どう？まさかこの話に行くとは思わなかったのでびっくりしました。あ、このなんかフリーランスの電話の話でなんでかんでこれだけで終わるんじゃねえかと思ったら、どこまで話持ってかれてんだかよくわからない話になったと。これ最後、はい、あなたの価値観のとこに持ってかれたよね。はい。ここが俺ら的に言うともう勝負どこだよね、うんうん、あなたの価値観の確認が行われてるんだよ、はい、その中でこれね、面接官ってそうだな、僕らみたいな面接官って、まあ、最終面接っていうか人生経験がものすごく長くて、人間ってどんなものなんだろうとか、この子の本質はどこにあるかっていうことが最も重要だと思って面接するタイプはさ、例えばあなたのそのこの B2B のね、これ素晴らしいよね。あ、なるほど、そういう大変なことをやったんだな、だから根性ありそうだな、排除終了っては終わらねえんだよ、うん、なぜかっていうとそこが重要じゃないから、はい、もちろんそれができない子より重要だよ。そもそもこういうことが全くできない子じゃなくて、あ、そういう子はできるんだなっていうことの中から、この子はどんな子なのかっていうことをさ、ものすごく確認しながら動かしてってて、価値観のとこだよね。価値観って結構重要でさ、仕事をする上での価値観とかとか概念、どういうものの考え方を行動指針にしてるかって結構重要で、それが企業の考え方とか風土に合うか合わないかっていうとこを見ながら動かしていくってことでいうと、今そこを投影しながら見てっているんだけど、はい、僕は今話を聞きながら、へえ、意外とチャレンジをしていっていろんなことをやってきて、でワーキングホリマーまで行ったんだから、いろんなことをチャレンジする子だなっていうところはよく分かったし、すごいなって純粋に思ったんだね。でも、はい、そのワーキングホリデーで捕まえたものは何なんだろうっていうところで、あ、もともと学校の先生を希望していたから、いろんな生き方がこの世に存在するんだなと分かった、なるほどねだよね。で、あ、じゃああなたはそれでどんな生き方が重要なのかって話が来た時に、多くの選択肢から考えるって、その前からそこは納得して心から満足するのがいいって言われたよね、はい、納得して心から満足するっていうのはあまりにも抽象的な表現だから、よくなんだかわからないからもう一回質問が飛んだんだね、はい、そして多くの選択肢から考える、で人が変化をさせれるといいな、なるほど、人の変化をなんか媒介することをしたい、それはいいよねと。選択肢の多くから考えるというのは、これはどういうことなんだろうっていう、この価値観のとこを確認が今されながら動いてたんだな、うん、はい、でじゃあこの面接じゃなくて、まあ、面接のつもりであんま話してなかったからあれなんだけど、たくさんの中から選ぶことがなぜいいんだろうっていうことを確認してるんだよ。なぜたくさんの中っていうことはさ、たくさんを提示されたら選べるのかっていうふうに思いながら質問がされたんだな、うん、はい、たくさん選択があったら選ぶ。さっきイミジクもこれが聞いたじゃん、あなたが例えば結婚失敗しないと思ったら、地球の人口男40億女性40億と思って全てで40億確認しないとダメなんですかっていう、まあ、いやらしい質問が飛びましたけど、はい、まさにそこに代表されてることを聞かれたんだけど、じゃあ今時間を置いてどう答える、ってことはそういうことですかと。じゃあ地球上に男性40億人確認して一番自分に合う人を結婚するのが一番いい方法だと思ってますって聞かれた。そうですね、なんか本質に戻る、こう戻りかもしれないです。本当に自分が大事にすることは多数の選択肢から選ぶことではなくて、自分の選択肢は狭い価値観で選ばれているんだっていう認識を忘れないことっていうのを本質として大事にしていて、多分そこをうまく自分の言葉で伝えられなかったのが、そうだね、今の形で言うとね、そうだよ、ね、その通り。今さ、日本語を間違えて使っている、1、2、でもそれは日本語を間違えるだけの理由があるんじゃないかと思われたってことなんで、もわかる、今のとこってさ、それのさっきの俺がいやらしい質問がポンと飛んだ瞬間で、本当は何言った時、いや、多くから選ぶことが別に重要じゃなくて、世の中にはいろんな、要するにいろんなものがあるんだと、あるんだってことが重要なんだよね。はい、そうです、はい、あるんだってことが重要なんだよ。だからすぐに決めつけるんじゃなくて、今これを選んでも本当にもっといいことがあるかもしれないとか、そこのことの部分のね、表現の仕方と、あなたの本当のものは何だろうってことが今天秤にかかった瞬間なんだよな、うん、で不安に思ったんで、一瞬わかる。俺はそうだな、リクルートっていうちょっと変わった会社の企業に似た人だから、ここの部分の中に、なんだろう、
ガツガツしてものすごくガリガリやっていくタイプなのかどうのかのところで少し迷いが出てみたんだよな今な。それは言葉だけの問題なんだろうか、それとも本当になんか価値観が少しそういう方向にあるのかってことが今迷いながら質問が出されてたんだよな。じゃあそれを元に戻ってさ、例えばさっきのね、じゃあ、はい、そうじゃないよねって言ったら自分のなんていうことになっけ、自分の価値観が狭いっていうことを常に認識し続けたいっていうのが一番大事なポイントです、うん、でもそしたらさ、自分は教師だけがいい道だと思って教師を選ぼうとしたら世の中にいろんな価値観があるんだってことを気づいたよね、はい、だから私はこういう考え方で例えば就職先を探したいっていう話でいいと思うんだけど、じゃあその時にあるこういう考え方ってなんだろうね。実はそこが今自分の中で曖昧になっているところで、大事にしている価値観はぶれないはずなんですけど、会社選びの軸になるとうまく結びつけられないっていうのが悩みです。何が一番自分の悩みの材料になってる？その大事にしている価値観をどの企業で達成することができるのかっていうのが明確になっていない。でも自分がさ、概念が明快だったらそれに近い会社を探せばいいだけじゃない、だからブレてるから起きてるよね。だからこうなんだろう、あのね、ブレてるって言い方は正しくないんだけど、人間ってねこう決めつけることも必要だよね、はい、こういつもこうフリーの状態で何でも受け入れますなんてないんだから、自分が教師がいいんだって思い込んでたけど、ね、そうじゃなくて世の中にはいろんなものがあって、オーストラリアでいろいろ研究したこんな生き方がいいんじゃないかと思ったって、じゃああなたがいいと思う生き方は何なんだってことなんだ、はい、じゃああなたがいいと思う生き方は何だろう。例えば自分の好きなことをやり続ける人生とかね、はい、だからそれはあなたにとって自分が何だろう なっていきたい自分の像は何なのかっていうことだと思うんだけど、それが語ることで、それは手段としての選択肢から選ぶっていうことじゃないんだと思うんだよな。はあ、分かりました。多分自分が今思いついたというか考えたのは、うん、常に挑戦し続ける人生だったら結果的に最初に言ってた満足する人生になるというふうに考えました、うん、だからそうするとね、挑戦する人生でいたいっていう言葉をあなたが発しするのと、はい、多くの選択肢から私は選んで、要するに悔いが残りたくしたっていうのと全然違うよね、はい、でそれって俺はたまたまあなたが言ってる言葉に違和感を感じたからもうちょっと聞こうかなって気で聞いたけど、そこまで親切には聞いてくんねえだろうなと思うんだよね、面接官って。そうするとあなたは多くの選択肢から選びたいっていうところが起きた瞬間に面接官がうって思うんだよ、うん、違う、はい、そうすると落ちるんだ、ある種の企業からする、はい、そこ最後の勝負なんだよ。この子いい子だなって思ってずっと聞いてきて根性もあるし、でも少しその話を聞きながら淡々としすぎてるっていう様子を見てるんだよ。なんかこうすごく淡々としてる、それはいいんだよ、はい、だけどその淡々としてることに疑いを持ってるっていう感じかな、面接官が。はなぜそんなに淡々としているんだろうっていうことなんだね。その自分のやってる行為に対して言葉で淡々と説明できるあなたがいるわけだよ。すっごく筋道を通りながら話してるじゃないですか、はい、ふーんと思って聞いてる意味で、そこまで人間って淡々として説明できるんだろうかって思ってるんだよね。その瞬間にそこの中に心はあるんだろうかっていうのを見ながら聞いてるわけ俺はね、はい、いやそれだからそうね、それでこの話じゃなくて他も聞いてみようって、だから何だったの、何でやったのって言ったら、ああなるほどそういう話が出てきて、ほーって聞いて、そこの中で言葉を選んできたことがこうなっちゃってるから、そのなんだろう、一分からないんですよ、全部が分かってるわけじゃないから、言葉の選び方によってあなたがなんか自分をその見せるときに少し間違えてる、上手な言葉を探そうとする癖もすごくあるよねきっとね。ああはい、なんか相手に伝わりやすい言葉ってなんだろうって考えすぎる。伝わりやすいことを考えることによってその言葉は伝わらない言葉になってる、うん、人間ってさ、言葉の綺麗さで相手を理解しないじゃない、はい、アナウンサーの言葉は綺麗ですよ、すっごい綺麗だよね。しかしあのアナウンサーの言葉で感動するやつはいないんだよ、だってそういう喋り方しないから。だから綺麗な言葉が重要じゃなくて、その心の乗り方の問題なんだよな、はい、だから心を乗って喋るっていうことが足りないんだよ。心を乗せるっていうことが感情であり、その人の心の
思いが乗ってくるから、その思いが乗ってきてないんだよな。はあ、はい。だから何かね、こう竹下さんじゃない人が喋ってる感じだな。そうなんですね。はい。それがあなたの心が出てくる。俺の喋り方と違うよね。自分のことを自分で伝える、自分のことを自分で伝える喋り方ってこういう喋り方なんだよね。で、すごくなんだろう、客観的にその自分を見て、こう横から見た客観的に判断する人が、竹下さんはこういう人なんだって説明してるように聞こえるんだよな。ちょっとね。はい。それは、おお、すごくしっかりしてるっていう捉え方もあるんだよ。すごくしっかりしてる。いいね。で、ある種の企業、俺それで合格かもしれないと思うんだけど、あなたがどういうところを目指すかによってちょっと変わるんですけど、例えばあなたが、うん、そうだな、なんか自分のやりたいことをガツガツやっていくみたいな、そういうちょっと変わった会社に行こうとすると、最後のその一線が最後見られる、うん、俺ならそこのところでさっきの、え、多くの選択肢からこう選ぶのっていう話でガーンと戻して、本当はどうなのって、言葉だけの問題なのか、本当にそう思ってるのか、要するに選び方の問題なのか、心の奥底に埋まってるものは何だろうみたいなさ、そこのとこの中で、まあ今20分で切ったけど、もう一段質問がかかるけどね。はい。それでどっちか判断をしようとする。ああ。多分そういう、はい、まあ普通30分、1時間ぐらいあるんじゃないですか。こう、この手の、こう、この子どうしようみたいな。多分そういう話なんだな。だから、なんだろうな、僕は嘘をつく必要もないんですけど、まとめようってするんじゃなくて、心のから喋る、感情を喋るっていうところだな。はい。これさ、感情込めて喋るってできる？苦手か。できると思います。あの、友達と話すときはこんな話し方、当たり前ですけどこんな話し方ではないので。なんでそんな話し方しちゃうの？やっぱり面接っていう場なので伝わりやすさで、そういうふうに分かりやすい話の人が合格するわけじゃないけどね。はい、だって俺みたいな、じゃあこんなさ、ベランメ町のやつなんてどこも合格しないじゃないですか。まあ別にどこもっていうほど、あの、別にね、投資受けたので怪しいリクルートに、この野郎面白い。で、俺はだってリクルート受けた時ってめちゃくちゃ言ってましたからね。俺様状態で面接してましたからね。何なんだこの生意気な変な野郎って思われてたんですよ。はい、だっていいじゃない、その、この子ってどんな子かっていうのを伝えるゲームで、あなたがおとなしく、その理路整然とした竹下さんを見せたいんだったらいいけど、そうなのが問われるわけ。あなたがそれを見てもらいたいのかしらっていうことなんだよ。そこ見てもらいたい、そこを評価してほしいかどうかなんだけど、少なくともなんか僕は、あの、あなたのエントリーシート2つパターン、自己 PR 学知化見て、今の話も聞いて、いろんなことにチャレンジしていくあなたが、はい、そのチャレンジャブルなとこを目指すんなら、チャレンジャブルな姿だよね、見せるんだ。それが、そんなこといろいろ経験しましたけど、それはすべて私は大手に受かるためにやっただけですっていう話で行くんなら、それでもいいよね。はい。どうなのみたいな感じなんだけど。そうですね。なんか、自分のありのままの姿では、あの、言ってることは嘘偽りないんですけど、うん、姿は多分取り繕っているのかなって思います。だから心が乗ってないよね。はい。この心が乗ってないっていうとこ、ある種の企業、ある種の面接官が、それはなぜなんだってガッとかかっちゃうんだよな。結構そこいうことに対してうるさい会社多いですから。あ、今度さ、はい、あの、もう一回心の教えた形でもう一回やってみない？あ、お願いします。これは絶対必要で、はい、今みたいな会社の面接が好きな大手も僕いると思うんですよ。はい。だってあなたの、だって多分さっきのワーキングホリデーとかね、そのあの話でも、ワーキングホリデーもいい話だから、もういい話いっぱい持ってるから、あれを今みたいに淡々と話して、あ、この方もいいな、よっしゃよっていう会社いると思いますよ。はい。まあそういう会社もある一方で、えっていう風に、本当かお前の心の中はっていう風にガンと食らうとこもあるし、ベンチャー系だったら、あの面接の対応だったら俺は落とすと思うけどね。ベンチャーはそういうとこ見てない。心が乗ってるか乗ってないかって結構重要だから、はい、だからそこのとこはやっぱり受ける会社によっても違うんだけど、でもあなたのタイプ、本当のところを、こう、なんだろうな、そう、綺麗に、なんだろうな、綺麗なんだよな、こう、さっきの、上手に整理されてるよね。はい。でもなんか上手に整理されてるからこそ、何か、なぜ、なんかこう、本人なんじゃねえのかな、みたいなものを思われちゃうのかな。ちなみにそれは、あの、事実、内容そのものを疑うことはないですか？例えば、あるんですね。アポイントメント実は取れてないでしょとか、例えばですけど、そういったことも。そこまでは思わないけど、はい、だから、その
じゃああなたうまくいかなかった時にどうしたのって言った時に、この悔しかったからもっと頑張ろうみたいなところって結構重要じゃないですか。だって悔しいから普通やるんだから、はい、それが淡々とそのどうしてできちゃったの、あ、もともとこう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 だったのとか、こうなんだろう、喜怒哀楽を感じにくいんだよね。喜怒哀楽が感じにくい時って、人間ってこれって本当かどうか怪しいってまず思うのが1、はい、この子はでももう一つのいい方向で言うと、喜怒哀楽がどうあろうと思ってもやれる子なのかな。でもあんまそういう子いないから、うん、だからここは喜怒哀楽は見せないといけないんじゃないかなって思うんだよね。はい、なんかそう、なんか意識 してるの、そういう、こう喜怒哀楽を見せないとか、そのなんかこう淡々と話す子がいいみたいな、誰かそう教わったの？いえ、なんか多分あのイベントの運営とかをやらせていただくことが多くて、うん、あの一回ご指摘とかで自信がなさそうとか、その感情を移入したことによってご指摘受けたので、あの正しくきちんとっていうのが勝手にこうインプットされていたかもしれない。いや、アナウンサーならそれでいいと思うんですよ、はい、イベントのアナウンサーは俺みたいな喋り方すると何なのって言われるんで、俺アナウンサーにはなれないんですよ、この喋り方の人はてか、あ、だって無理でしょ。あなたみたいなタイプアナウンサーになれますよね、喋り方的に。僕アナウンサーになれないですよ。でもアナウンサーになることが目的じゃなくて、相手にこう心を動かすっていう話だとするとアナウンサーじゃダメなんだよね、はい、だからそこのとこなんだと思うんだよね。でもこのあなたのきちっとした喋り方で、きちっとした論理立てたことの部分で、こういうタイプだなって捉えられて、そこの取られたところでよしっていう会社もあるけど、本当はどうなんだろうっていうとこをこう持ってかれた時にどうしたんだろうなって話になるかもしれないね。ちょっとご指摘いただかなかったら気づかなかったかもしれないです。まあだってあの俺らあのちょっと面接官の中では特殊な人ですからね特殊な人って自分で言うなみたいな感じですけどね。まあいろんな人見てますから、はい、だから僕らはね、本当は何だろうってことをものすごく見ようとするんだよ。それはなんか人間が人間として仕事してるモチベーションによって人が動くっていう会社は、そこの本質のところにどれだけ触れるかの一瞬で面接がかかるから、いや、いいんだよ、性格が悪くても仕事できればいいとかって会社はそんなこと関係ないんだよ、うん、もういいや、あ、このこういうタイプだったら絶対大丈夫みたいなさ。そこはだからそこによって変わるけど、なんかそのあなたの本当の持ってる持ち味はどっちを見せるのがいいんでしょうねっていう。だからまああのこれがあの会社の人じゃなければ、俺はどっちも演じられる方がいいと思うけどね。あ、はい、本当はね。でもこっち側を持ってないとちょっといけないかなって思ったかな。でもあの上手だし、あの話も筋が通ってるけど、最後の言葉を選ぶときって、それだけあなたみたいな上手なタイプだったらあの言葉の選びを間違えちゃいけない、はい、そうだよね。あの路線で行くんだったらあの言葉の選びで、文句の言いようがないって言葉を選び続けなきゃいけないよね、はい、そうだよね。あの路線で言うんだったら、なるほどね、納得して心から満足、抽象的だよね、心当たりから引っかかりが出て、もう一回言ってごらんって言って、多くの選択肢から、え、あ、この言葉を間違えたんだよ、うん、ここが完全に間違えた言葉が出たから、はい、あ、ここはあなたがあの路線で行くんだぞ、この言葉がちょっと失敗になるんだよね、うん、でももう一個側で見てる人たちは、その、だからそこで本当の言葉が出んじゃねえか、じゃあ本当は何なんだお前っていう風に聞きにもう一回かかるゲームなんだけど、やっぱりそれに対しては感情が乗ってないから、感情を乗せて自分の思いをどう伝えるかっていうところがやっぱり必要だよね。はい、ですかね。勉強になりました、ありがとうございます。じゃあ一旦今日はですね、関東国公立の竹下さんに来ていただいてですね、これあの見ていただいてる方にお話しとくと、とても上手だし、このくらいの水準で自分のやったことを話してきたら、まあある種の会社受かりますよ。でもどこを受けるのかとか、自分のどういうところを見てもらって採用してほしいのかによって、やっぱ少し修正すべきことが必要で、人によってそういう視点で見てるんだってことが参考になればと思いました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。